これ。あれー、ロルフ、なぜここに。そういう感じか。あ、ぐしゃって言ったんて、ガブレーラが食べられた時じゃなくてさ、ロルフがおばあさんを食べた時のことだ、あれ。ってことは、おばあ様？そうか。つまりあれじゃ、前半の回想パートっていうか、回想パートちゃうな。前半のパートのさ、一番最初の記憶がこのシーンなんじゃ。逆に辿ってきとんじゃ、これ。ひっ、ああ、なんてこと？なぜこんなひどいことを？なぜなの、ロルフ。君のためよ、思ってのことだ。私こんなこと望んでないわ。ん？それはどうだろう。君はおばあ様のことを疎ましく感じていたはずだ。なぜ自分がこんな老いぼれの世話を続けて青春を無駄にしなければならないのか。どう？やめて。図星かもしれんけど、ロルフ、お前なんてこと。おばあ様のことを愛していたのも事実だろうが、最近の君は愛情よりも疎ましさが勝っているように見えた。やめて、やめて。君が俺を動かしたんだ。おばあ様は君が殺したようなものだ。何を言ってるんだお前は。いや、ガブリエラ、落ち着いて、お前が言うな。動機が荒なってるやないか、お前。俺の言葉をよく聞いて。君は自由になれるんだ。自由？自由？そう。君が欲しがっていた自由が、もうすぐ手の届く場所にあるんだ。君は自由に生きたいんだろう。なりたい。自由になりたい。欲が勝ってしまっている。そう。自分に正直に、素直な気持ちで生きるのが一番だ。俺たち獣は、そうやって生きていくものだ。やめて。獣の基準で考えないで。しかし、その前に一つ、試さなければならないことがある。かな。できるかな？できる。やめろ、お前。できるとか、そういう、あっさり言っちゃダメだ、お前。お前は松岡修造か、お前。頭の中に松岡修造出てきたか、お前。なんでもっと頑張らないんだ、みたいな感じになってるよ、お前。よし。それじゃあ、次が登る時間まで待っていて。この体では物が扱いづらい。お前も何をやろうとしてるんだ、お前は。精神的に追い詰められてるやん、お前。だいぶ辛そうだね。時間になるまで、君は花畑に行って休んでくるといい。いや、半分お前のせいやで。お前がちょっと追い詰めてるところあるで。おい、沼の奥の君が好きな花がたくさん咲いている方だ。この前場所を教えてあげたから、わかるね。ええ、わかる。ちょっと待って。ちょっと違う場所に行くフラグが立っている気がするんですけど。そうね。行ってくるわ。あのお花の香りを嗅ぐと、心が落ち着くの。怖っ。今の点点点。何も喋ってないだけなのに、すごい意味があるような感じが。怖っ！お待たせ、ガブリエラ。肉だ。あ。これ。あ、まさかこれ！これまさか！冒頭に出てきたあの、なんとかって、なんとか、でもマスターは。肉を食う習慣とかって話し。これかい？これは、自由になるための肉料理だ。やめて。肉料理って言っとるけど、これ何の肉か俺想像できるんですけど。肉料理？ほら、
美味しそうだろ。肉に弱い人間はこの組み合わせが好きなんだろ。さあ冷めないうちに食べて、この料理を耐えられれば君は自由になれるんだ。わあ、罰勝よ。お前罰勝、お前すぐそばで調達してきただろ。お前自由に、私こっから離れて自由に生きるの。血がさっきより出とるしさ、おばあさんの方も。そうとも、君のことは俺が導こう。2匹で思うままに生きるんだ。やめろ、獣扱いするな。ガブエーラを獣扱いするな、2匹って。お前ロルフと一緒なら引き込もうとしてるな。ロルフが引き込もうとしてるな。食う時の効果音、お味はどうだい。とっても美味しい。味付けは絶妙でした。ロルフシェフ、味付けは絶妙でした。焦らなくても大丈夫だよ。肉はまだたくさんあるからね。美味しい、美味しい。お肉もワインも。ちょっと待って、そう聞いてきたらワインの方もなんかちょっと怪しく感じてくるぞ。お前なぜ白ワインじゃなくて赤ワインを用意したんだって。それはね、その肉に入っていたワインが赤ワインだったからだよ。あ、作者的にはケチャップって呼んでたやつかもしれないね。ずっと我慢していたの。お酒は飲んではいけないし、たまにいただける鶏のお肉も私に残るのは骨ばっかり。行ってはいけないって、いや行ってはいけないって言われていた沼の近くにはあんなに素敵なお花が咲いているし、みんなみんな言いつけを破った方がいいことだらけ。やっぱり騙されていたのだわ。私のことを逃がさないようにおばあさま嘘をついていたの。やめて、ちょっとダークサイドに入っていってる。お父様もお母様も狼には近づいたらいけないって。でもロルフに出会ってからは楽しいことばかりだわ。少し聞きすぎたかな。いや、薬混ぜたみたいな感じになってるやん、お前。その言い方、お前。ただ、猫背っていうか、狼の体勢みたいな感じ。え、なーに？また楽しいお話？いや、なんでもないよ。さあ、続きをいただこう。おいしい。お肉料理をいただいて、美味しいワインもいただいて、ロルフが隣にいてくれる。ああ、なんて素晴らしいのかしら。ロルフはきっと私にとっての召使いなのだわ。私を自由に導いてくれる。わ、だからマイウルフだったん、あれ。階層っていうか、メモリーのところにあったはず。誰かいるの？わ、漁師か。気のせいかしら。ああ、それにしても、なんていい夜かしら。いつもより星も月もまばゆく輝いて見えるわ。夜の森の匂いも、葉の揺れる音も、いつもよりすごく心地よく感じる。わ、感覚がどんどん狼ようになってきてるやん。ガブリエラ。ええ、わかっているわ。食べられない硬い部分を捨てに行くのよね。君はここで待っているといい。私も一緒に行きたいわ。そしてね、その後でね。ふふ。あのお花畑に行くのよ。二人で朝まで仲良く過ごすの。あ、それはいい。じゃあ、行こうか。漁師が来た。あー、見られた、見られた。な、ニムロは、あれはまさか、ジルロ。それにガブリエラのあの姿、明らかに異常だ。確か、じいさんが残した本の中に、ジルロのことも書かれていたような。あー、バレてしまった。あった、
これも本だ。へー、あー、人から半獣半人にもなるもんな。前者は狼または人狼に構えた人間が桃に転じた。わ、転じよんじゃ、つまり。特に用心しなくてもならないのは、強い魔力と繁殖力を持つ後者の人狼。ああ、つまりロールフパターンの方がやばいってことかな。普通の狼と変わらない姿をしており。そうやな。彼らはまず目をかけた女を狼の姿で誘い出し、自称してるのか、おい。あれ、自作自演だったんじゃ、つまり。怪我しとるの。相手を持ったと見るや、人狼の姿を晒す。うわあ、もうロルフの、もう思うがままに操りとった感じじゃ。もうシナリオだったんじゃ、もうここまでが。シナリオかよ、おい。そういうシナリオできとったんじゃ。しかも花も中毒性があって、麻薬やん。マジか。それはさっき渡れたやつ。ユリの花に酷似している。でもユリではないよみたいなこと言いよったな。しかも中毒症状。うわ、そうか。あの花心地いいのみたいな感じで、なんかちょっとえらい、あの花の話、あの花の話しよったなって。思っとったっちゃ思っとったような気はする。そんな、ガブリエラ、まさかあの化け物に。奴を仕留めなければ、彼女が門を枯らされてしまう。いや、夜に挑んでも返り討ちにされるだけか。昼間の狼の姿なら、この銃で十分に駆除できるはず。それに、少しは、いい思いができそうだな。え？ガブリエラ、夜まで荷物をまとめるんだ。できるだけ少なく、大事なものだけをね。ええ、まずはおばあ様のお部屋をきれいにしてから、必要なものだけを持っていくわ。遺品整理するのか。一体どこへ行くのかしら。どこでもいいわ。あなたと自由に生きられるなら。愛の逃避行みたいになってる。ああ、そうだとも。心配することなんて一つもない。これからはおばあ様に代わって、俺が君の唯一の家族だ。愛しているよ、ガブリエラ。そうね。そうよ。私も愛しているわ。あなたの行くところに、どこへでもついていくわ。よしよし、いい子だ。さあ、行っておいで。俺は明るいうちに、道を確認してこよう。ええ。操られてんだよな、これ。あ、来た、この顔。え？いや、ガブリエラ、いい朝だね。漁師さん、なぜここにいるの？なぜ？聞きたいのは僕の方だよ。この部屋の残状は何だい？それに君のばあさんはどこに行った？おばあさま、おばあさまは？君がおばあさまを殺したのかい？殺しなんかいないわ。半分そうですよ。だってあの肉、おばあさま製ですよ。ああ、そうだろう。天使のような君にそんなことができるはずがない。私、いや、いいんだ。正直に言うと、僕も君のおばあさんが邪魔で仕方なかった。この国の人間は家族の了承がなければ結ばれることは許されない。でも君のおばあさんがいなくなった今、それも自由だ。君がばあさんを殺したのか、誰かに殺させたのか、死体はどうしたのか、
そんなことはどうでもいいんだ。僕たちには些細な問題だ。黙っていればいい。僕たち二人の秘密にすればいい。何を？黙っているさ。僕はずっと前から君のことが気に入っていたんだ。ですよね。だって生足見て興奮してるようなやつだもんな。だから、わかるだろう。いや、何をするの？ああ、そういう感じの音だったの？おお、脱がそうとしてたんだ。君は僕の妻になるんだ。そしたらこんな黒い森の中から連れ出してやる。君を連れ立って歩いたら、それだけでみんなが振り返る。そのうち可愛い子供も生まれて、町中の男が羨ましがるぞ。やめて、私はあなたの妻になんて。へへ、柔らかい肌だな。へい、やめて。狼じゃ、ここにも狼がおったわ。ロルフ、ロルフ、助けて。あんな化け物のどこがいいんだ。ああ。ああ、乗りかかってる。君はあの化け物にさらわれて、あ、騙されてさらわれるところだったんだぞ。それを君が救ってやるって言ってるのがわからないのか。ああ、この世界って真の善人でいないのか。あんな化け物にお前を渡すものか。町の男にだって。僕が一番お前のことを見てきたんだ。他の誰にも食えてやるものか。苦しい、ロルフ。声を出すな。あの化け物を呼ぶな。こんな感じだったんだよ。ああ。え？ガブリエラ。そんな、少し脅すつもりだったのに。やりすぎだろ、お前、どう考えたもん、お前。真っ赤にケチャップが飛び散ってたぞ、お前。何か脅すつもりだったんだ、お前。隠さなければ。わ、埋めてる。死体埋めてるぞ。ああ、ガブリエラ。ごめん。ごめんよ。せめて、この花畑の下で。ロルフ。貴様、よくも。あ？ふざけるな！全部全部、お前のせいだ！この化け物！ああ、そうか、銃持ってたわ。ガン持ってたのか、やっぱ。なんだ、化け物のくせに、随分とあっけないな。ふん、化け物へ、地獄へ帰れ。あ、これロルクを湖に沈める時のことだったんじゃ。この沼は昔、疫病で死んだ人間を投げ込んでいた。お前には黒沼の底がお似合いだ。これが私たちのお会いなの。こんな土の下でロルフと離れ離れなんて。私はただこの森を抜けて自由に行きたかっただけなのに。このままこんなところでお会いたくない。あ、え？冒頭のところちゃん。ああ、だからこんな顔だったの？あ、この表情にも意味があったんか。最初からちょっと怖いなって思っとったけど、まさに怖い感じだったんか。気がつくと、私はおぼろげな記憶を頼りに森をさまよっていた。ああ、まさに前半で俺がやったようなことを。やいよったってことか、これ。溺れな記憶。で、記憶の場所があの魔法陣のところで、
そのおぼろげな記憶っていうのを集めるために俺は行動しよったんやけど、まさにそのさまよっていたの行動を俺が代わりにやりよったみたいな。お父様とお母様のお墓へ、ロルフの出会った大好きな花畑、もう足を踏み入れたくないと願ったおばあ様のお家、一つ一つクロミに起こった出来事を確認するように。わあ、じゃあ俺確認させられてたんだ。すべての記憶を取り戻した後、私はようやく彼に再会できた。私の大切な狼に。沼の中が強い魔力を持つ人狼は強い生命力と再生能力を合わせ持ち、首を切り落とすか心臓に銀の銃弾を打ち込まなければ完全に仕留めることはできない。あ、ってことは殺したつもりだったんやけど、ロルフ生きとったんかな。やっぱりやけに飽きないと思ったら、嫌でも嫌でもさすがにあの沼に沈めてしまえば這い上がっては来れないだろう。ああ、嫌な予感が的中しましたね。くそ、ボロゴやめ。ああ、来たんじゃ。そう、そういうシーンだったんじゃ、ここ。何？ガブリエラ！ごきげんよう。さようなら。なるほど、このシーンだったんじゃ。瞬殺！なるほど。何が君の幸せ、何をして喜ぶ。